Oh, no. なんでって、私は AI だから。I thought you were a robot. AI? AI って、あの賢いやつか？双葉が言ってただろ、人工知能だ。マジで。Glad you're safe. このスマホのおかげだ。光の中に投げ出されて、ジョーカーの匂いを追ったらここだった。You're thrown into endless light when I tracked down Joker's scent. I ended up here. 匂いって、俺が中よ。My scent? What? AI だから、このスマホの中にデータとして移動してきたってところか。要は、そこに住んでるってことかよ。Does that mean you're living in this phone? 狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか？もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。That's rescue. そうしたいところだが、むやみに動いてもまた捕まるだけだ。ハレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今またとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。 I got a bad feeling about this. ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、Connect to the internet, learn many great things. 私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。No data. このスマホから出ていく方法もわからない。Come see where I'm crashing. You're coming with us. Just take it easy. じゃあゆっくりする。まあ、みんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか。いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。I wonder why. Oh, it's definitely my monitor, huh? 面白そうだな。Sounds pretty fun. Sounds good. ba, 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 ba. なるほど。なるほど。つまり、ヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっと、すげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。You gotta believe. 我が輩だって目を疑ったぜ。なんせ、まんま認知の異世界だったからな。わかったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかく、そのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今は一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな。百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞ、ソフィア。よ、怪盗団。え？なんじゃお主は！私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？ This game is weird. すごい。The fact that, I mean, I had like expectations. It'd be like a Dynasty Warriors. But. I mean, the battles are pretty simplistic. But there's a lot of story in this game. Which I'm surprised. So, this is Sophia. よろしくな。
すげえ。ガチで意志持った AI とかオーバーテクノロジーすぎだぞ。な？言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠、よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉、まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、アン、ユウスケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。あー、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で、敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナでこいつが。なるほど、覚えた。その本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。おお、見たい。見せて見せて。食いつきすぎだろ。見せて。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなっててわからない。人間で言えば記憶喪失ってところ？思い出すのは難しいのかしら。データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすがこんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。Don't worry about it. It's no biggie. ああ、気にすんな、ソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな。あの異世界、パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それはエマ？ Dude, Makoto sounds very mature. どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。Especially the Japanese VO. アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。I like Morgana's voice. じゃあエマってやばいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私、まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。 Sounds like let's check it out。よし、決まりだな。ならば明日
改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな、な。こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。はっ。おい、え、何、どうしたの。どうしたの。京都旅行の野望はどうなる。それに俺の肉は。肉ってキャンプのこと。残念だけど延期だね。おーな、不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや、異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。Man, could today have been any more drama packed? We really ought to have Futuba poke around in Sophia once we have the time for it. Checking the tutorials seen before, navigating. Oh, this song is so sick.Futaba. What's up? Oh, there we go. Fuma fuma. Nana? What the? Maji ka. Suge. Do nanda, Futaba? Sophia no code te yatsu wa. Ah, kore tsukutta hito tensai da. Code te no wa kaita ningen no kosei ga deru. Nouryoku ya kuse.思想や性格までいろいろだ。You can figure a person out by their code, huh? このコードは洗練されすぎてて、普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか。なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たら、エマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ双葉。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか。作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。You got this. Don't stay up too late. な、夏休みだし多めに見てくれ。では諸君、サラダバー。サラダバー。You know, it's a saying. Don't worry about it.We said goodnight to Futaba and then headed to bed ourselves. Dude, this bed though, this bed situation, this little pillow. Come on, Joker. At least get a proper bed. I just wanted to have fun. All we can do is get ready. I hear you. お前は本当に持ってるが。今回に関しちゃ難儀だな。アリスにエマ、そして新たな異世界、調べることが山積みだ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか。お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうか。って謎の AI に言われたくねえよ。だいたい AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは、反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、き
と大切なことなんだと思う。だが役に立てば友人になれるのか？違うのか？教えてくれ。他にどんな方法がある？え？あ、いや、そうだな。人の心が分かるようになればいいんじゃないか？心？ああ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすいと思うぜ。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学めばいい。その代わり、怪盗団を助けてくれ。こいつはつまり、取引ってやつだな。そうか。なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいなら、だけどな。Work that AI magic.Okay, 頑張る。 I like how she says, okay. よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。 Okay. おやすみ、二人とも。 That pretty much seals the deal for me. Japanese VO. The okay. I wonder if the English equivalent, they do this, the VO does the same thing.So we went back to our former hideout in Shibuya to go check out the jail together. Wow, this game is moving fast. よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。So how does this work? Do we like choose three, four, five party members to go, or does everybody go? かかってこーい。情報も少ないし、慎重に行きましょう。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生。うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから、てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど、昨日脱出してきた場所なら敵はいない。 There will be no enemies in the area which we escaped yesterday. その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。How? I guess we just teleport. Kind of weird. Alright. どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。ビューティーフィーフ。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。街の景色を見てみろ。これがジェイルなの？んだ、あの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ？それは
願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわ、ソフィアか。AI 少女、ガチの実体化きた。あ、すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？モフモフ？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとはなんだ？ここのシャドウたちが言ってた。願いを奪えとか、キングに献上するとか、人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かに、アリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェルでのアルジのことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん、どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする、泥道。危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。Yeah, it's looking to you. 了解。Alice。けどよ、実際どうする？また偶然イベントにでも出くわさなきゃ。芸能人になってそうそう会えねえだろう。まあ、そういう話は外でだな。じゃあ一度ここから出よう。Okay。Kind of surveyed the area. Let's go back. Investigate. That's interesting. There's a lot of story, which is, it's playing out like a JRPG, but it's like, what? It's interesting. Jail の状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。I wonder when it opens up to like, where we can select where to go, how to spend our time. How to spend our time. そうね。まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし、噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから
勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。はあ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。Everyone looks at Joker. Let's go. よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾掴んでこいよ。I got it covered. おお、案外やる気満々。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。Skip that way too fast. 行くぞ。Okay. Tutorial. Talking and examining. Approach people and press B to speak to them or listen in on conversations to get more information relating to the monarch.Intel can be gathered from sources other than people. Local shops may sometimes have valuable info on the monarch as well. Now, this is where the investigation begins. Really? Wait, how do I... Oh my god! Now the game opens up.About like 2 hours in, it's like, go nuts. This is a very interesting game. My expectations were it's gonna be like, okay, here's a choose a map, pick a location, fight some, you know, 100 pixies at the same time. But there's a lot more story in this game than I anticipated.So I am looking forward to it. I wonder, there's even like this stuff, like all these little things from the original Persona 5 JRPG is in this game. It's probably using the same engine too, like a tweaked up version. Insane. Here we go, subway entrance.Alice Base of Operations is here in Shibuya. Let's gather as much info as we can. Dude, everyone loves Alice. Listen. It's so hot out. I wonder why we have to wear jackets. Our company is so old fashioned. Mama. The statue of the loyal dog Buchiko. Dogs aren't human, but...Could they still be considered humanity's companion? You know, this place always reminds me of that, what is that game? The World Ends With You on the DS? This little area here? What they are doesn't matter. The most important thing is trusting each other. I'll do my best. I completely missed this area when I went to Shibuya, huh? This little nook. Oh, we can go central. Oh my gosh. I mean, is it worth to buy these? Well, it's only worth buying, I mean, from the original game.I've always bought those SP sodas. Beef bowl. Oof. Dude. I think I found someone that was in jail. Can you come to the alley behind the airsoft shop? Level-headed girl.Alice, of course I've heard of her, everyone in the class has. My friend's boyfriend even went as far as breaking off their relationship, all because he took a sudden interest. I know she's cute and all, but cute enough to leave someone behind. Hmm.
I peek into the store in 705 a few moments ago, and all the customers had that invitation card. Her number of friends is probably...